それでは、猫神社の猫のですね、このコマ猫のご利益もありまして、月の輪殿というですねところに参りました。古くは農林水産大臣さんもここに お邪魔されましたし、春治大使のケネディさんもこちらに、お尋ねだったそうでございます。そして、ここに神様とお嬢様がまとまって、あるというですね、月の満点、保存地というふうに、書いてございます。なんとも神々しい場所でございます。稲作発祥の地、月の輪殿というところで、今日はよく勉強させていただきました。ありがたいことです。